こんにちは、シンガーソングライターの畑中真美です。突然ですが皆さん、どんなギターケース使ってますか？今日はですね、ギターケースの選び方っていう動画を撮っていきたいと思います。というのも先日、ギター思想の旅で購入しました、こちらのローデン WL25 のお披露目ライブを東京銀座でさせていただきまして、見に来てくださった皆さん本当にありがとうございました。でその時に、アコギを2本持って、遠征したんですけれども、こちらのマーチン0018とこちらの25ですね、初めてアコギ2本持って遠征っていうのをやることになったんですよ。で本当はギター4本ぐらい持っていきたかったんだけど、2本持ってくだけでも結構大変だなっていうことに気づきまして、しかもこのローデンちゃんですね、めちゃめちゃしっかりしたいいハードケースがついてたんですけど、これがすごく重いんですよ。なのでこれを持って移動するのはちょっと厳しいなっていうことで、楽器店さんに駆け込んで、このローデンに合うもっと軽いケースはないですかっていうことで探していただいたのがこのケースなんですけど、これがめちゃくちゃ良くて本当に快適に遠征ができたんで、あ、ギターのケースってすごい大事だなって思ったので、今回このギターケース選びの動画を撮ろうっていうことになりました。それでは行ってみましょう。はい、ということで、ギターケース大きく分けると4つ種類があって、ソフトケース、ギグバック、セミハードケース、ハードケースという4種類あるそうです。私が持ってるのがソフトケース、ギグバック、ハードケース、この3つなので、実際にお見せしながら、メリットとデメリットをお話ししていこうと思います。まず、じゃあソフトケースなんですけど、こちらがソフトケースです。これはね、あのミニギターを買った時にギターについてきたものなんですけど、本当にギターの形をしたナイロン製の袋っていう感じですね。こんな風に小さく折りたたむことができるので場所を取らなくてすごくコンパクトでいいんですけれども、中はこんな感じなんですが、まあ本当にちょっと薄いので、なんかの拍子にここの肩にかけるところが取れて、ギターが下にバーンって落下した時にギター壊れちゃうんじゃないかなっていうちょっと心配はありますけれども、ギターを運ぶだけなら十分これでいけるなっていうものです。これが、ソフトケースでした。はい、でこちらがギグバッグになります。ソフトケースに比べるとかなり頑丈、硬くて形もしっかりしていて、場所はちょっと取っちゃうんですけど、中はこんな感じでしっかりこう厚みがあるのと、ここがね、ネックを固定できるようになってるんですよね。こうやってふわふわしたのがあって、でポケットもこれはすごく大きなポケットがついているのと、リュックのところもかなりしっかりしています。ここでも持てるしね、ここでも持てるし、ソフトケースと比べるとまあ場所はすごい取りますけれども、見た目よりはかなり軽いですね。はい、これがギグバッグ。はい、お次が、ハードケース、ちょっとお見せしていきます。はい、こちらがハードケースなんですけれども、まあ見た感じかなりかっこいいですね。かっこいい、こうなってて頑丈、上になんか落ちてきても全然大丈夫そうな感じがします。なので飛行機とかで移動するときとかは、なんか預けて運ばなきゃいけないときはこれだと安心かなって感じしますけどね。で中がこういう感じでね、ギターをしっかり守ってくれるような感じになっています。そしてハードケースって大体なんか鍵がどのハードケースにもついているイメージがあるんですけど、これを
閉めて、で鍵をかければここがもう開かなくなるっていう感じなので、盗まれなくて、中身を盗まれなくて済むって感じかな。でもこのまま運ばれちゃったらあんま意味ないけどね。鍵は私まだ一回も使ったことがないんですが、皆さんはどうですか？使ったことありますか？使ったことある方、こんな風に使ってるよっていうのもしよかったら教えてください。そんなハードケースなんですけれども、このハードケースはギターを持ち運ぶ時だけじゃなくて、自宅に保管する時とかにもね活躍してくれます。しっかりしてるので、急激な温度変化によるダメージとかからも守ってくれるということで、こうしっかりと密閉できるので、中にねこういった湿度調整剤とかを入れて、ギターを、入れてしっかり密閉しておけば、ギターにとっていい環境で保管ができるので、私も長期間弾かないよっていう時はこのケースの中にしまって、で、保管しています。とはいえすごくやっぱり重いですし、背負うことがねできないので、ちょっと移動は大変かなって感じですね。あとはちょっとお値段も、上がるのと、あと結構場所を取るかなっていうのがやっぱりあれなんですけど、はい、こちらが、ハードケースです。で、私は使ってないんですけど、セミハードケースっていうのはこのハードケースよりも、もうちょっと軽くて、ギグバッグよりもちょっと頑丈なものがセミハードっていうことで、これとこれの中間、いいとこ取りしてるあのものがセミハードっていうことなんですけれども、なんかすごい良さそうだなって私は思っています。まあ私はこの2つで十分こと足りるなと思って、いたんですけど、そのセミハードも1個持ってたらすごいいいかなってちょっと今思ってます。はい、今日はねケースの機能とかそういう素材とかだけを見てきたんですけど、デザインもきっといろいろなデザインのものがあると思うので、自分の好きな気分の上がる、ケースを使えたらよりギターが楽しくなりそうだなって思います。はい、はい、ではここからはちょっと私のね、失敗談お話ししようと思うんですけれども、ハードケースを使っていて失敗をしたことが2個あって、その1、重すぎて練習が嫌になるっていうのがあって、このねマーチンを買ったばっかりの頃ですね、まあ大事なギターなんで毎回ハードケースに入れて持ち運びをしてたんですけれども、スタジオ練習に行くときに電車に乗っていくわけですよ。で、もう本当に駅のホームの階段が本当に辛くて、なんか重い、本当に重いから、私は一体何をやっているんだろうって思って、本当にいつもスタジオ練習が憂鬱になってましたね。え、練習がそんなことで憂鬱になったらね、ね、嫌ですよねっていうのが失敗その1で、失敗その2がですね、これもこちらのギターを買ったばかりの頃にね、電車でのハードケースをねこういう風に前に抱えてこう座ってたんですよ。こうやってなんかの拍子にこれがバーンって前に倒れちゃって、で私の向かいに座っていた男性の足の上にバーンってこれが倒れちゃったんですよ。で、まあ、その方はね怪我はなかったので良かったんですけど、まだ良かったんですけど、もう本当に申し訳なくて、なんてことをしてしまったんだって、もうね本当に辛かったいや、その相手の方がもうかわいそうだったんですけど、まあなんでそんなことに なんでこれが倒れるようなことになっちゃったのか、ちょっと記憶が曖昧すぎて覚えてないんですが、まあ、とにかくそんな失敗がありました。ということで、その後はもう本当に電車に乗るときね、ギターを持って電車に乗るときは人の迷惑にならないようにっていうことを相当気をつけるようにはなったんですけれどもね。はい、ギターにとってねハードケースって、まあ、安全な入れ物だけれども、その他の人、周りの人にとってはハードケースって結構危険なものなんだなっていうのが分かったので、それからは
ハードケースはちょっと電車に乗るときは持たないで、ギグバッグとかで移動するようになりました。なのでハードケースはやっぱりあれですね、車で移動できるときはいいですけどね。はい、はい、ということで、まあすごい私がめちゃくちゃ若い頃の、失敗談だったんですけれども、まあ皆さんは大丈夫かなと思うんですが、気をつけてください。で、ちょっと余談なんですけど、そのケース選びの時にちょっとこう心配してたことがあって、このローデンがちょっとちっちゃいギターなんですよね。スケールが610ミリなんで、普通のギターよりちょっと小さくて、あんまりこうゆるゆるのブカブカのケースにしまうのもちょっと心配なんで、ぴったりのないかなって思って、で、いつもお世話になっている浜松ソニックさんに駆け込んでこれに合うケースないですかっていう風に言ったところ、このケースを手配してくれたんですけど、これは実はですね、テイラーの GS ミニの、専用のギグバッグなので、ここにテイラーって書いてあってGS ミニって書いてあるんですよ。で、開けたらローデン出てきちゃったっていう感じなので、ちょっとちぐはぐになっちゃうので、ソニックさんが、じゃあ畑中さんお得意のここにいいねちゃんのなんかアプリケでもつければいいんじゃないですかみたいにちょっとアイディアいただいたんで、ちょっと頑張ってつけてみました。はい、これがいいねちゃんのねアプリケと、ここはね、最近私が作ったステッカーをちょっと貼ってみました。これでもう一目瞭然、私のギターがこの中に入ってるっていうのがわかるでしょ。なんかこういうのもね楽しいですよね。このステッカーなんですけれども、ちょっとこれ上達って書いてある。いいねちゃんはいいね、これは良い音が鳴りますように。で、ひよこは初心忘れるべからずで、カタツムリが焦らないっていう願いが込められています。はい、うまくなる守りっていうことで、このステッカーを、貼ってくれた方の、技芸上達を、光明さん光明寺っていうところでご祈祷してもらってきました。なのでパワーが入ってると思うんですけれども、これを貼ったらうまくなるっていうのを信じて作ったんですが、まあ、そもそも私はこのね、ここにうまくなるシールっていうのがここなんか見えますか、貼ってあるんですけど、これは、伊勢神宮の近くの猿目神社っていうですね、芸能の神様のお守りを買った時についてきたステッカーで、ちょっとこれからアイデアをもらって私もちょっとうまくなるお守りステッカーっていうのを作らせていただきました。ちょっと宣伝になっちゃうんですが、オンラインショップマミの店でですね、このステッカー販売してますので、もしよかったら興味がある方はチェックしてみてください。そしてタオルなんかもね、こうちょっと夏暑いんで作ったりなんかしちゃったりなんかしたんで、はい、こちらももしよかったらチェックしてみてください。ということで、これからもギターライフが楽しくなるような動画を作っていこうと思っておりますので、ぜひ応援よろしくお願いします。もしよかったらですね、どんなギターケースを使ってらっしゃるとか、おすすめのギターケースがあったら教えてほしいのと、あとこんな風にケースカスタマイズして使ってますとか、そういうのもあったら、ぜひコメント欄で教えてください。ということで、ここまでのお相手は畑中真美でした。また次の動画でお会いしましょう。またね。